大鳥さんからメッセージ来たー、ポジッと。こんばんは。こんばんは。はい、今週の課題です。はい、腹筋が30回できるようになってきたので、はい、今度は50回やってください。まっすぐ前、左右に振る、足上げまっすぐ、足上げも左右に振る、この4種類です。そして次、背筋です。背筋もスーパーマンで、そして左右交互に右手左足、左手右足っていうのを上げる、これを1分間やってください。そして体幹です。これは肘立てまっすぐを1分間、そして右側面、左側面の肘立て、こちらも1分間。そして肘立てまっすぐ前を向いたまま、お尻の右側面、左側面を床につける、これも50回やってください。そして肘立てまっすぐ向いたまま、膝を胸の方に近づける、左右交互に、これを50回必ずやってください。以上です。またちょっとわからないところあったら聞いてください。では健闘を祈る。大鳥さん、先輩、頑張ります。皆さんこんにちは、カズミーヌです。はい、先ほどの動画通り50回腹筋やら筋トレ、体幹トレーニング1分間やっていきたいと思います。最初ね、30回もきつかったんです。上がらなくて、もう自分の体力のなさと、ま、筋肉のなさを痛感しました。で、3日目4日目やっていくうちに、30回は結構楽にできるようになってきたんですね。そこで大鳥大先生から課題をいただきました。30回できたんだからできるということで、頑張っていきたいと思います。よし、とりあえず腹筋からやろうかね。超早送りでいきます。1、2、3。やっていきたいと思います。